アイアンキング1972年放送、月光仮面などで知られる先行者の制作であり、シリアス路線で苦戦したシルバー仮面から一転、能天気なデコボココンビによるコミカルで軽快な作風が施行されました。内容は国家警備機構の凄腕エージェント静香源太郎が3枚目の相棒霧島五郎を伴って各地を旅しながら、知らぬ一族、独立原野党、宇宙人タイタニアンといった敵と渡り合っていくというもので、アイアンキングに変身する五郎ではなく源太郎を主役に据えた異例の構成が特徴です。アイアンキングは水を動力源とするサイボーグで、1分しか戦えないという弱点があり、中盤までは彼に代わって源太郎が生身で巨大な敵を倒してしまうのがお決まりとなっています。俳優歌手として人気を誇った石橋庄司さんと、日活の看板俳優として知られた浜田光雄さんの豪華キャストに加え、人気女優や女性アイドルのゲスト出演も豊富でした。後年テレビ埼玉での再放送が最終回の1話前で打ち切られたことで、最終回で街を破壊して終わったウルトラマンという都市伝説が生まれてしまったのは有名ですね。